皆さんこんにちは。知の種の認知症予防動画です。今回は読めそうで読めない、見たことあるけど読めない難読漢字を20問出題します。各問題の制限時間は10秒です。全問正解を目指して挑戦してください。それでは早速始めましょう。1問目です。この漢字は何と読むでしょうか。正解は顎関節症でした。正解できましたか。2問目です。この漢字は何と読むでしょうか。正解は悪寒でした。発熱時などのゾクゾクする寒気のことです。3問目です。この漢字は何と読むでしょうか。正解は検事でした。わかるようにはっきりと示すことです。4問目です。この漢字は何と読むでしょうか。正解は憂鬱でした。心配し恐れることです。5問目です。この漢字は何と読むでしょうか。正解は罪業でした。仏教用語で罪となる悪い行いのことを言います。6問目です。この漢字は何と読むでしょうか。正解は禁酒でした。もみじが錦の織物のように美しい秋のことです。時候の挨拶で禁酒の候などと言います。7問目です。この漢字は何と読むでしょうか。正解は詐称でした。これは読めた人が多かったのではないでしょうか。氏名、住所、職業などを偽っていうことですね。8問目です。この漢字は何と読むでしょうか。正解は豪欲でした。土地が肥えていて作物のよく実ることやその様を言います。9問目です。この漢字は何と読むでしょうか。正解は安泰でした。無事で安らかなこと、またその様です。これは正解できた人が多かったのではないでしょうか。10問目です。この漢字は何と読むでしょうか。
正解は一献でした。一杯の酒、また酒を汲んで飲むことを言います。一献傾けるなどと使います。11問目です。この漢字は何と読むでしょうか。正解はとんちでした。その場に応じて即座に出る知恵のことですね。12問目です。この漢字は何と読むでしょうか。正解は世襲でした。僧や寺に物を施す人、葬式や法事を営む当主、また建築主のことを指します。13問目です。この漢字は何と読むでしょうか。正解は中心でした。心の中や心の底のことです。14問目です。この漢字は何と読むでしょうか。正解は丁重でした。耳を傾けてよく聞くことです。15問目です。この漢字は何と読むでしょうか。正解は督促でした。これは分かりましたか。16問目です。この漢字は何と読むでしょうか。正解は国権でした。ピアノやオルガンなどの鍵盤楽器の黒い鍵のことです。17問目です。この漢字は何と読むでしょうか。正解は麹です。人を誘惑するのに都合の良い手段や材料のことです。18問目です。この漢字は何と読むでしょうか。正解は失声でした。叱る声、または叱る言葉のことを言います。19問目です。この漢字は何と読むでしょうか。正解は狙撃でした。これは簡単だったかもしれませんね。最後の問題です。この漢字は何と読むでしょうか。正解は映像でした。動物が巣を作ることです。以上で問題は終了です。
読めそうで案外読めないものが多いですよね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。